ちは、本日もやってまいりました。日曜日の12時半、帰ってられますか。クロッシングミュージックメロンバタギア工房のゴーゴーマンションの時間です。本日の MC は、はい、私この声キーボードでございます。そして中村すずです。ネタカワヒロインです。まだ枯れた先がいい。ネタカワです。私たちメロンバタギアゴーゴーです。はい、よろしくお願いします。そしてなんと今日はタワちゃんの誕生日。もうね、番組からささやかなね、プレゼントをゲストの方をね、お呼びしています。はい、ありがとうございます。今日のゲストは、ガリガリカレーのオーナー、佐々木ひろしさんです。よろしくお願いします。ご紹介させていただきます。もうカレーに人生をかけた、いや違う、人生にカレーをかけた男、秋葉原カリガリカレーを拠点に全国でマガリカレーなどね、いろんな展開をなされてます。カレーといえばこの方、滝ひろさんに来ていただきました。どうもね、よろしくお願いいたします。素晴らしい名言をいただきました。キャッチコピーが、キャッチコピーが使わせていただきます。はい、というわけでね、今日はね、もう、はい、皆さんいろいろこう、はい、カレーについてね、こう、滝ひろさんにいろいろお伺いしてみようではないかと。はい。はい、もう、りっちゃん、どんなカレーが好き？キーマカレー。キーマカレー、ひき肉のね。はい。キーマカレー。そう、ルカタマカレーが好き。ルカタマカレー。あ、はい、ちょっと、ルカタマカレーに一票。はい、一票入りました。入りましたよ。滝ひろさんは？どうでしょう、でも食べた回数で言ったら今とこルカタマカレーの方が多い。おお、そうなんで、でも何だかちょっとルカタマカレーとめっちゃ海外カレー、あ、やばい、なんでどういうこと、どっち何も言いますか、ね、大学のこと言ってます。そもそもなんで今日あの佐々木さんをお招きしたかっていうと、私がもうアイドル始める前から秋葉原のカリガリでアルバイトとして働いて、もう4年近く経つ。そうなんですよ。そうなんぐらい、あのめちゃめちゃお世話になっている佐々木さん。ちょっとそれやめましょうで、なんとあの明日のルカタマ生誕祭でもあのカリガリカレーとルカタマカレーの相掛けのコラボさせていただくっていうことで、とオファーをさせていただいたんですけど、そう、それがなぜか、皆さんからのプレゼントという形に変換されました。すみません、僕嘘つきました。はい、オファーをしてくださったのはタマちゃんです。はい、今あの誕生日に乗っかって何かできないかなと思って、すみません、嘘つきました、はい、ありがとうございます、はい、それでは二木さんにね、ちょっとあの、尋ねしたいんですけど、はい、やはりもう、二木さんとね、カレーの出会い、カレーの出会い、はい、カレーの出会い、前に、なんかバンドがやってたんですよ、昔、はい、その時に、食べていけないので、はい、銀座のクラブ、はい、お姉様方がいろんな、はいはいはい、マジックの店、ルミナのお店を、はい、でそこに勤めてたんですよ、はいはい、アルバイト。そこでなんかいろんな料理出してて、ただ夜の店なのでお腹空いたって人に出すものがあんまなくて、はいはい、でカレーをとかをどんどんいろいろオリジナルで作っていって、いろんなあの評価をいただくようになって、なるほど、で店出さないとか言われたりするようになって、じゃあ自分で出すかみたいな感じです。楽しいですね。その銀座のお姉様方のハートをわしづかみにしたと、まあそういうふうなことになりますかね。素晴らしい。やっぱその時のカレーは今と同じような、そうですね、もともとの元祖カリガリカレーというのは未だにこれ付けは。そうですか、いや、ありがとうございます。何か他にちょっとこうカレーに対する思い出とかね、やっぱ皆さんカレーが大好きなんですよ。そうなんです、ね、もうみんなね、こう
ラジオを聞いてくださってる方もここに今来てくださってる方もカレーが大好きなんです。大好きすぎちゃってね、ちょっとあんまカレーのことを言うと怒られることも多くて。あ、本当ですか。だこう逆にみんな今喋りづらくなっちゃってるとこもあってですねなんかここはもう、はい、もう、はい、二木宏流カレー、もう勝手わがままなね、はい、もうカレー持論をもとにフリートークを進めていきたいなと思ってます。本当ですか。いや、困ったことにですね、そこまで僕がカレーは好きではないですね。なんと、あのさっきも言いましたけど、あの、作れたので店を出したみたいな経緯がありまして、はいはい、研究して他のカレー屋さん食べて、僕も将来カレー屋に行っていう志がない。なるほど。ですよね。まあ、あの作ってからもちろんあのカレー屋さんとして成長しなくては生きていけないので、どんどん勉強とかいろいろしましたけど、根本的にはカレーを。何屋さんやりたかったんですか。僕何屋になりたかったんだろう。オムライス屋。いや、なんか27ぐらいの時カレー屋さんオープンしたんですけど、はい、あのなんかそれまで例えば今僕英語喋れないんですけど、はい、今喋れたいなと思うんですよ。喋りたいなと。3年前ぐらいから英会話習っておけば喋れた可能性があるのに、ね、今喋れないってことは3年前からやってなかったっていうようなことっていっぱいあるじゃないですか、はい、ピアノも弾けたいなと思うんですけどやらないんですよ、なんか27歳の時そんなんばっかだな俺の人生はって反省をして、はい、まず何かをやろうみたいなのにやってから後悔するっていうのがいいかなみたいなノリでポンってカレー屋をそのやっちゃったので、本当にカレーに専門家みたいな感じだと僕は黙るなるほど。いやでもすごく、ね、興味深い話でした。なんか、ね、それで専門されてるんですか。そうなんですよ。なんかね、僕今本当もうあのね、ソーシャルネットワークっていうあの映画があるんですけどね、Facebook、はい、のね、はい、今ねそれのストーリーと今カリガリストーリーがずっと重なって、規模が違います。でも応援です。もうね、最後もう完全に成功されたね、二人社長がね、もう最後の最後に独り言のように実はカレーが好きではない、でんもうエンドロール素晴らしいと思いますよ僕は本当に。ちょっとね、あんま今日僕喋らないよとさっき打ち合わせで言ったんですけど、なんか今口出してすいません、ちょっと喋りましょうみんな。声が大事ですよ。でも確かにあの二木さんって常にどこかなんかスンってしてるんですよ。スンってしてる。そうだから、それはもうカレーやるぞって言って始めたんじゃなくて、なんかこうあのスンってこうカレーの世界に入ってきて、で今ここまで来たっていうのの表れなんだなと私は感じてなるほど。続きはまたね、あの1曲聴いた後にいろいろ話を伺いたいと思います、はい、ちょっとたまちゃん、はい、ちょっと紹介していただけますでしょうか。はい、それではお聴きください。6月26日に発売するルカタマ55のシングルから「エバーソージェントリー」です。どうぞ。きっとごめんに負けた
総曲6月26日発売、そうですね、もう誕生日と合わせて改めておめでとうございます。ありがとうございます。そうですね。バタキャゴーゴーのナイトメアビフォアヴァンパイアとルカタマーゴーゴーのドラマウェイガール2タイトルということで皆さんお楽しみに。もうすでにでも配信とかされてます。そうですね。もうここで聞いていただいた方も多いのではないでしょうか。はい。だからさっきからドアのところがわさわさしてて、あら、これだ。ラジオの聴きの皆様、今ね、スタッフのアミちゃんがね、ルカタマさんにケーキを持ってスタジオに入ってきてくれました。音声で伝える。音声で伝えましょう、みんな。おめでとうございます。可愛いナミちゃんが可愛いケーキを持ってきました。ナミちゃんが可愛いケーキを持ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。白いね、白いショートケーキ。私あのチョコがね食べれないから本当にありがとうございます。そう、外がすごい、外がすごい。出しちゃいましょう、出しちゃいましょう。ありがとうございます。これね、声でどう伝えましょうかね、この光景をね。あとで写真をあげます。こんな場でこう、ね、あのスタジオ観覧に来ていただいたお客様からね、たまちゃんにサプライズバースデー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ラジオということもあって僕は音が途切れないようにずっとどうでもいいことを喋り続けてるんですけど、とんでもございません。もうね、みんなで黙って見てる感じが、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもうあのね、この声でね、あのお届けしたいです。あのスタジオをね、無駄になってる皆様もね、じゃあみんなね、もうたまちゃん誕生日おめでとうとね、僕の合図でね、声をみんなで出してください。それではせーの、たまちゃん誕生日おめでとう。生誕祭にもね、そうだ、明日がね、吉祥寺シータで生誕祭、はい、その辺の告知もね、もう後ほどね、ちょっと、ね、はい、時間を取ってさせていただきます。お願いします。じゃあちょっと話をね、帰り戻しましょう、はい、そうすればね、あの僕のね、大好きな大好きな大好きなね、電波組の夢にねむさんが、なんて言ったって人の道はカレーがなければバッカみたいと歌ってるわけですよ。そのゆめみねむさんがなんとこの度弟子入りされたという、あ、はいはいはい、ニュースがね、あの音楽だったりなので、そうなんですか。違うかなと思って。何か見ました。すみません。ツイッターとかで見たんで。その辺の経緯とかなと思う。はい。いや、なんか前々からみんなあの、なんでしょう、デパ組全然売れる前から、はい、友達でして、あの全然仲良しだったんですけど、まあ、それであの今回あの引退して、はい、あの自分の書店を持ち、そこで料理も食べれるようにするみたいな話で、はい、そこで、まあ本と言ったらカレーじゃないですかっていう。本と言ったらカレー。寒暖のカレー。なるほど。なんか昔からこう片手で本を読みながら食べられるものというのがカレーが流行ったと。順道町の人たち、確かに多いですね。ねむちゃんがカレーも出したいと言ってて、突然あの連絡が来て、お客さん弟子取らないんですかって言われて、すごい、どういうことって返したら、はい、あの私がこういうことをやるのでちょっとカレーを教えてほしいって言うんで、ちょっと弟子にしたという経緯があるんです。なるほど、すごい、ちゃんと段階を踏んで、そうそう、なんか本当にお弟子さんが第一名です。そうですね、弟子っていう。だって僕とか全然あの働いてる家庭で自分も作りたいと思って家庭に混んでる方も彼にたりして全然段階踏まないです。踏んでないと完全自己流で始めてるけど、なんかやっぱデムケンさんさすがだなって。少し消毒したり、手順もしっかり組んでるんで。でもね、でもそんな
なね、あの手順のしっかりしていない浦田さんとね、あの海外に行かれる滝さんが、はい、なんと、はい、コラボでね、はい、ワンナイトパーティー、うん、先ほどねちょっと話に出た、もう浦田生誕祭、うん、吉祥寺クラブシーターにてね、はい、明日コラボでお店を出されるということで、うん、ちょっとねその辺のことをまたお二人に聞いてみたいかなと思います。なんか以前も飯田橋店で一回あの相掛け食べれるイベントやらせてもらって、そこにメンバーもみんな遊びに行ってきました。でそこでなんかみんな二木さんにすごい懐いてたなんか急に一緒に歌ったよねセッション、そう二木さんが弾いてくれてギターを、そうでも初めて見た時がなんかクイーンで、そうだフレディ・マーキュリーの格好してて、すごい人だなって思ってたら、なんかカレーを作ったり、いろいろ、そう、すごい、歌めちゃめちゃ上手い。歌上手い。そう。で、二木さんが一番気合い入ってるのって、多分あのカリガリで毎年1回行ってるライブイベントのカリガリです。そうだね。そう。完全に。これメアダンスを見たら買うんですよ。そう。っていうのが一番の。あんなカレーグランプリでもステージで、カレーアピールで、みんなこういう作り方でやったりとか、うちだけあの吉川素直が歌った後に僕がクイーンで出てきて、カレーの話面白かった。そう、だからインパクトが絶大にしながら、ボヘミアンラプソディめっちゃ長いんだ。長い、10分くらいあるの全部フルカレーかって。違う、ボタマーカレーの話って言ってないそう、まあその明日会いがちするんですけど、ルカタマカレーは結構あのカリガリから影響を受けたココナッツミルクを使いつつ、ちょっとデミグラスとか入れて欧風ミックスなんですけど、でカリガリカレーの方もルーが何種類もあるんですけど、僕が一番好きな超スパイスカレーをぜひということで、最近展開している超スパイスカレー、あのめちゃめちゃ美味しいの、はい、みんなにと、ダンスリー、でそこにさらにあの眠れっちゃん の, あのデスギャーユっていうめちゃめちゃ美味しい食べるラー油をトッピングできるという、すごい、そうなのでトリプルコラボにすごい変わり、そしてさらにさらにガリガリカレーとルカタマカレーのコラボスプーンを、わあ、素晴らしい、お願いしますので。明日あのカレースプーンを買って食べてほしいですね。うん、よろしい、よろしい。ぜひ木のスプーンで美味しく食べていただきたいなと思います。はい。ラジオね、お越しのお客様も、あ、そんな面白いイベントならね、ぜひ行ってみたいなって方は、明日吉祥寺クラブシータの方でね、お待ちしております。ぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。お願いします。ちょっとハッシュタグで質問が来てるんです。はいはい。はい。ムカタマカレーとカリガリカレー、お互いここだけは絶対叶わない。ここだけは絶対勝っていると思うところを教えてくださいっていうことなんですけど、ありますか？でもなんかね、そんなにまだ一回コラボした時に食べてもらったから。ここだけは負けないとかあるかな。どうだろう、なんか集客力が負けないですよね。テンポを持ってない人、一応テンポを持ってらっしゃるというね。でもさっきその銀座のお姉様の心は静かにされたし、ね、そうですね、私はあのお宅のおじさまたちの心は静かにです。素晴らしい、あまり限らんですけど、なので、そうですね、女性受けと男性受けすごい合わさったらやばいから、はい、今ね出たね、あのおた様の中でお、そんなことならたまちゃんのカレー屋に出資するぜなんて人がね、もしいらっしゃるならね、またあのツイッターで DM ください。はい、私が責任持って間にやります。じゃあ参加の皆さん、はい、というわけでね、本当楽しい時間があっという間で、もうねこの話ちょっと今度なんかまた日を改めてね、続きとね、ちょっとカレーでもう一回話したいなと思います。はい、どうでしたか、二木さん、今日ラジオに出てみまして。いや、なんか嬉しいですね。あ、どんなところが。いや、なんか本当に何者でもなかったルカが、もうラジオをやっているっていう嬉しさもありますし、単純にカレーを宣伝できたっていうね、嬉しさもありますし。はい、で、あの、7月の27日に、
カレーのイベントされるそうです。そうなんですよ、ちゃんと、全国カレーコレクション2019というのですね、ちょっと調べていただけると詳細出るんですけども、はい、埼玉からはね、ゴンボーさんさんというお店さん、大阪から虹の仏さん、福岡から月と亀さんですね。で、その東京うちハリガリ、あとシャリランカさん、ライムさん、メイヤーさん、そうそうたるメンツを集めて、一皿のカレーをかけてしまうっていう。すごい。一皿のご飯にポストナイフを入れて、名店をかけて、それでそのイベントをやります。そこでもぜひ来ていただきたいな。すごい。しかも場所がここの隣なんですよ。門前仲町。芝の隣、門前仲町。いいですね。チケット制3000円でちょっと高いんですけど、むしろ、ね、福岡とかいろんな店主を集めてるので、そう思えば人生にいっぱいそのカレーを食べていただければと思います。カレー好きにはたまらない。カレー好きにはたまらない。もうね、ぜひ僕もね、ぜひちょっと足を受けてみたいなと思います。で、今日は二滝さんがエンディングの曲を1曲選んで持ってきてくださったということで、はい、そうですね。まあ遠藤憲さんのカレーライスっていうものなんですけど、いい曲ですね。フォークソングなんですけど、はい、あんまねこれを聴いている世代の方々はフォークソングだと知らないと思いますけど、はい、そもそもこの曲僕も世代ではないので、だいぶ上の方の世代なんですけど、ちょっとデカダンス的なノリなんですよ。彼女がトントンとカレー作ってて、猫がニャーニャーカレーを美味しそうだニャーとか言ってて、その横でテレビで三島由紀夫が滑覆自殺を図っているのを見ながら、僕はギター弾いててカレー食べたいよなみたいな曲なんですよ。で、後輩っていう感じの、これがなんか面白いのと、猫にカレーは食べさせちゃダメだなと思って、その中で猫は食べてるんですけど、猫にカレーはないんでやめてほしい。的問題がちょっと気になるけど、あ、さっきね、聞いてみたらもうなんかね、こう切ないこうグッとくる曲だったんで、聞いていただきたいな。でもお客さんではね、どっちかというと世代ストライクの方の方が多いですね。でも好きな方がいらっしゃる気がしますね。年齢的にもね、はい、素晴らしい曲。ありがとうございます。では東京キバスタジオよりお送りしてきたクロシックミュージック、メロン畑やゴーゴーのゴーゴーマンション、次の放送は7月7日お間違いのないよで、ツイッターのハッシュタグゴーゴーマンションでコメント募集しています。ゴーゴーは大文字です。で、次回なんですけど、メロン畑やゴーゴーはなんと遠征のためお休みになります。ゲストをお招きしますので、また木下さん MC の方をお願いいたします。はい、ではそれでは今日のエンディング曲は滝さんが選んでくださったカレーライスと電波組インクさんで電電ファッション、2曲続けてお聴きください。はい、それでは、はい、それではね、今日の放送は私キーボードそしてゲストの2人